それでは時間となりましたので大木康先生よりご講演いただきます。演題は物語と中国版画です。大木先生よろしくお願いいたします。えどうもありがとうございます。えー、ご紹介いただきました、えー、東京大学の大木でございます。えー、私は 美術史ではなくて、中国の文学が専門です、えー。民進時代の蘇州を中心として、江南地方の文学と文化、社会に関心がありまして、今回の蘇州版画の展覧会、そしてシンポジウムにお声をおかけいただき、大変ありがたく思っております。文学の立場から蘇州版画をどう見たか、 といったお話をさせていただければと思っております。えどうぞよろしくお願いいたします。えー、通訳の方も大変だと思いますが、はじめに御礼を申し上げます。あれこれおかしい。動かない。しかもこれは動かないですね。これじゃね。あ、向きました。失礼しました。 えっと、はじめに、えー、今日の題目のお物語ということについてであります。えー、日本語で、えー、物語と言いますと、おまずは単純に、えー、何らかの話、えー、ストーリーという意味の物語があると思います。まあ、中国語ではもともと物語という言葉はなくて、故、ま、事、あえー、空詞ですね、えー、になると思います。えー、それから、えー、これは日本語についてでありますが、まあ、物語が えー、源氏物語のようなあ文学ジャンルを指すす場合があります、まあ、物語といった場合に、まあ、広い意味でのストーリーあるいは故事、えー、それから狭い意味での文学ジャンル、まあ、この両面があると思います、まあ、広い意味での、えー、ストーリーとか故事というものを考えますと、えー、考え方によっては、まあ、版画も含めて、えー、ありとあらゆるかい絵画の背後にはあ物語がある おいうことも言えそうであります。え、例えばえ。今回も展示されている。この版画えー射程永女という版画ですが、えまあ、文字のここではあの文字の説明もついているわけですけれども。え、これはせ節,節信号に出てくるシャドウ。の。それこそ古字であります。シャーンがある。雪の降る日に。 自分の老いたちにこの雪は何に似ているのか尋ねたところ男の子の方の老いのシャローは塩をまいたようだと答えたのに対してメイつまり女性であるシャドウウンがいまだ流女の風によって風に降りて立つにしかず答えたという話でありますいわゆる「西女」の物語です。 この版画はこの小児を絵にしているわけであります。少し拡大した絵なんですけれども、外は雪で、部屋の真ん中にシャー右側の男性が、若い男性がシャロー、そして左側の女性がシャドウであろうと思います。絵の中で、まあ、時間は止まっているわけですけれども、まあ、おそらく、流女が風に舞うと。 いうことを言っているところだろうと思います、えー、シャーンがあ少し顔を傾けて、えー、シャドウンの方を見ているわけですで、えー、この絵なども、えー、そもそも物語ま古、あ、事を書いているわけでありますが、まあ、あるいは逆に、えー、その物語を読み取らなければあこの絵を見たことにならない,い,いわけでありますまあ、ただ、えー、なんとなくおじさんと 若いいいい娘がるるととううのを見ただけでではダメであるということでありますこの版画なども、基宗法、シーシャンフォンという台がついておりますけれども、その台の左側に、7月7日朝聖殿、夜藩人亡く死後の時と、CUHCD チャンションディン、イエパンウレンスユシというふうにありまして、これはあの、楽天の長言家。 チャンヘンクのからの2であります例をよく見ますと、えー、宮殿の絵でありまして、えー、真ん中に、まあ、王様のような人物と、えー、女性がいるわけですけれども、えー、まあ長文家ですからこれは、えー、幻想皇帝と楊貴妃なわけでありまして、まあ、これはそういう物語を絵にしているということになります。えー、別の例を挙げてみますと、えー、例えばこの絵。 財源図というふうに書いてありますけれども、まあ、子どもが源、えーまあ、ユアンパをですね、その銀のお金を持っているという絵であります。えー、財源の絵といいますと、まあ、これは今の,あの、えー、最近の,あの台湾の、えー、宝くじのデザインなわけですけれども、えー、宝くじ、ツァイピアオというやつですね、えー、そのデザインでありますけれども、まあ、お金の絵が描かれております。 で財源図というのはあのも,もちろんお金が儲かることを願うという、まあ、一種の物語ということになります、えー、この絵も宝くじの絵と同じようにお金が儲かることを願って描かれているわけでありますけれどもそういった意味あるいは見方によっては物語が背後にあるわけですそれからさらに子どもしかも複数の男の子というのもさらに意味があって 跡、えー、継ぎがあると、えー、子孫が繁栄するということであって、まあ、いわば福と禄が描かれているわけです、えー、あるいはあの上の方に描かかれ書き加えられているこの竹が、まあ、長寿を表していて、まあ、福禄、寿になるのかもしれません、まあ、竹は、えー、そうじゃなくてもあの平安を奉ずと、えー、中羽をピン安といってやはり必勝の図案としてよく描かれます この絵などもこの版画なども綺麗な版画生物画でありますがザクロでありますこのザクロはやはり多産の象徴でありますのでこれもただの生物画とみて、まあ、き綺麗だなと言っているだけでは多分足りないのだろうと思います今,今あの見たようなことを言えばあの結局ありとあらゆる絵には、まあ、物語、まあ、この場合は あるいは物語というより意味とか意図とかいうことになるかもしれませんが物語があるということになるわけであります。まあ、ただそれではあまりに広すぎますので以下のお話はジャンルとしての物語つまりもともと戯曲や小説などの作品があってその物語を版画にしているものについて考えたいと思います。でここでは まず、その形式と、まあ、内容、あるいは描き方という角度から見てみたいと思いますで。形式という点から見ますと、これには物語のワンシーンを描いた作品と、それから連環画式の作品とに分類できるかと思います。例えば、これがその一つでありまして、三国志演技の物語で、 えーまあ、三国志ですと第56回、えー、曹操大宴同尺大という、えー、曹操が宴会をひ同尺大で宴会を開いて、まあ、そこで弓の競技、まあ、弓比べが行われるという場面であります。えー、もともと小説戯曲の刊行は、えー、明代の半ばぐらいから盛んになるわけでありますけれども、まあ、それらには挿絵のついたものも作られます。 えー、その挿絵というのはつまり黒版画であって、えー、よく中国の古版画といいますと、まあ多くはこういう小説記曲の挿絵なども挿していっております。で、これは、えー、三国志演義の半本に付された挿絵であります。まあ木版画です。で、これが大体、えー、今見たのと同じように、まあ物語のワンシーンを描いております。まあこのお話と、まあこの もう漢画ですすねこれは同じシーンとということになりますでそれに対して、えー、こういう連環画になっているというものがあります。まあ、日本でいう駒漫画のように、えー、順番に見ていくと、まあ、ストーリーがわかるというものであります。えー、これも三国演義でありますけれども、えー、最初のお登園の決議から始まって、えー、おりまして、この左下がいわゆる三個暴露。 三空、えー、ルーの場面であります、えー。それから連環画式の作品で、えー、よく知られるものとして、えー、原曲の清掃期の連環画があります。でこれは、えー、二幅からなっていて、えー、清掃期の物語をやはり初めから終わりまで見ることができます。えー、これがその拡大図であります。 でそれぞれの場面に、まあ、文字が書き込まれておりますけれども、これはあの清掃機そのものの文句ではなくて、この版画の作者、まあ、作者そのものかどうか分かりませんけど、この版画の作成にあたって、まあ、この版画のために作った歌の文句であります。でその歌は大体あのそれぞれの場面の説明になっております。でこれも清掃機です。 で、この清掃機の場合など、ストーリーは清掃機でありまして、まあ、清掃機というのはもちろん舞台の上で演じられるお芝居なわけですけれども、この絵は舞台の様子ではなく、いわばリアルな人物、例えばそのお庭ですとか建物などもですね、リアルな場面として描かれております。清掃機はもともと芝居のテキストで、 えー、たくさん半本がありますけれども、大体、えー、その半本に付された差し絵というのは、皆いわゆるリアル版であります。えー、これは有名な鎮光樹が描いたあ採用の絵であります。えー、これは、明代の戯曲、母探偵観光旗、無探ン,ン,ン,、えー、ン,ンというやつですね。母、えー、カン観ンキの半本の差し絵でありますけれども、 これもいわゆるリアル版であります。舞台の様子が描かれるのではなく、い、まあ、わば想像によって実際の場面、建物、あるいは庭などが描かれております。で、それに対してこういったものがあります。これは有名な白蛇伝の物語を連環画の形で描いたものでありますけれども、ここで面白いと思いますのは、 この白蛇伝の物語、白蛇伝は、甲州の聖子などが舞台になっているわけですけれども、その聖古はこの絵の中に全く出てきません。で、ここにあるのは、確かに白蛇伝狂撃全図とありますように、狂撃の舞台の場面を順番に追っていったものであります。で、中国の伝統演劇の舞台の道具というのは、 非常に簡単なもので例えば机と椅子だけというようなことも多いわけですけれどもこの絵でも大体がそういった舞台の様子非常に簡単な舞台道具そしてこの絵の中の人物もお芝居の中の衣装というものを着ております。で私ななどが考えまますとなぜ実際の舞台つまり えー、聖子であるとか、あるいは金山であるとか、まあ、そういったところを背景にした絵を描かないで、えー、舞台の様子を描くとか、描くのかというところが、えー、ちょっと不思議なあ気がするものであります。で、ここから、えー、演劇とお蘇州版画を中心に見ていきたいと思います。えー、私たちは、 えー、版画の研究から入って、まあ、演劇の問題に出会っているわけでありますけれども、えー、逆に演劇の方向からの研究というのもありますで、えー、現在であれば、えー、ビデオというのがあって、えー、舞台上で演じられている演劇を記録して、えー、後で見ることは可能なのでありますけれども、えー、民進の時代に、まあ、そのような手段はありません、えー、したがって 民進の時代にどのように演劇が行われていたのかを知るために版画など絵画の材料が必要になってくるわけでありますでその方向からアメリカシカゴ大学のザイトリン先生が本を出されましたビジュアルカルチャーというんですがここでは蘇州版画を含む芝居の絵がたくさん集められております えー、これはこの本の中の写真を写さ,写させていただいたんですが、蘇、え、州、ー、版画も収めております、えー。海の見える森美術館所蔵のおその芝居の絵として、えー、このようなものもあります、えー。今日も展示されておりますけれども、えー、大変きれいなものですがあ、このダ・ランカ、えー、ダ・ルアンチアというやつで、えー、これは狂撃でありますが、 人物は皆、狂撃の舞台上の姿で描かれております。でこのダランガというお芝居は、寝代の小説、三峡五儀の一部を劇化したものです。で主人公は、宋代の名,名裁判官である北条でありますで。北条は黒い熊取りをしています。でこれは芝居の一場面、 であ,りますまあ、あるいはこの場合はちょっとオールキャストといえば入れるのかもしれませんけれどえただえよく見ますと左の隅に、えー、石のようなものなどがあってですね、えー、これはひょっとすると舞台にはないかもしれないので、えー、ある意味中間的な絵、まあえー、ということになるかもしれません、えー、それからこれは西遊記でありますけれども,もうこれなどは、えー、徹底的に芝居の舞台の様子であります えー、月のうさぎの星である玉土星、えー、そして、えー、孫悟空をはじめとして、えー、三蔵法師諸白海など登場人物がみんな登場していますでところでその芝居の絵と申しますと日本の浮世絵がありますで、えー、浮世絵の中の役者というのは、えー、芝居の中で、えーまあ、何らかの役柄に扮して えー、つまり誰々の、何とかに扮した誰々とういうことになっているわけですけれども、えー、浮世絵の中で大事なのは、えー、役者その人であって、例えばこの絵などは市川海老蔵を見せたいというわけであります。でそれに対して、えー、中国の芝居絵の場合に、えー、役者が誰かということはあ、どうやらあまり問題にならないようであります。 役者の名前を書いたあ中国の蘇州版画芝居絵というのはどうもないようです。えー、中国でも、えー、大体時代が下りますと、例えばこれ、えー、メイランファンですけれども、そのメイランファンのブロマイドのようなものはある。ただ、あのこれはよほど新しいものということになります。となりますと、 えー、この中国のこの舞台を描いた版画、えー、舞台を描いた絵というのは、えー、一体何を見せたいのかという問題になるかと思います。で、えー、例えば、あのー、ここで先ほど見たこの三国志の連環画なのでありますけれども、えー、これをよく見ますとですね、えー、大変面白いことに気がつきます。えー、ちょっと拡大してみたのがこの絵なんですけれども、 えー、これがあの、勘吾と長妃、えー。この関羽と張飛の顔をよく見ますと、えー、いわゆる連符というやつ、連符ですね。連、え、符、ー、というやつになっていて、えー、いわばお芝居の熊取りをした顔になっております。でただ、えー、演劇の舞台の場合には、えー、本物の馬は出ることはありませんし、えー、背景もこのような風にはなりませんから、 えー、その意味ではあ舞台の絵とは言えないわけですけれども、えー、この版画の場合に、えー、この人物が、えー、なぜかその芝居の登場人物の顔に、えー、なっているわけです。えー、実際の関羽や張飛が、えー、こう赤や黒の熊取りをして戦っていたということはありえないだろうと思います。えー、それから、 え、蘇州版画の芝居絵、これも物語ですが、この空情景の版画というのがあ、一体何かということであります。えー、ここでは、あの、手前に、こう、馬に乗っているのが、えー、芝市、芝居、芝所えー、それから、えー、諸葛孔明なども、えー、これみんな芝居の格好をしております。えー、芝居一番左にいる芝市は、 えー、赤い熊取りをしておりますし、えー、この芝居のひげも、えー、強劇の衣装としてのふさふさしたひげのようでありますで、えー、ただし、まあ、実際の舞台では芝居の舞台では、えー、馬は出てこない、えー、舞台上の決まりではまあ無知を持てば馬に乗っているということになるわけですから、まあ、こんな馬が出てくるってことは多分ない。ししかし えー、城の上に諸葛、まあ、孔明がいるわけですけれども、えー、この城はあとても小さくていかにも舞台,の作り舞台の上の作り物という感じのお城であります。でこれが、えー、同じ場面、えー、小説の三国志演義の挿絵であります。でこれは えー、その小説のような、ごめんなさい、芝居のような格好ではなくて、えーまあ、いわばリアルなあ格好をしておりますし、えー、お城の大きさ、えー、諸葛孔明の大きさなどを見ても、まあ、実物といいますか、えー、リアルな状況に近いかと思います。 でえー、本になっているものというのは大体リアル、まあ、例えば「三国志」の挿絵とかですね、えー、本になっているものは大体リアルな絵であるでそれに対して、えー、こういう一枚ものの絵柄というのが、えー、舞台を描いたもののようになることが多いようでありますで、えー、これがまあどういうことかということなのですが、えー、おそらくここに演劇と小説との 大き,な大きな違いがあるのではないかと思います。あるいは、舞台上で演じられる演劇と読み物、書物としての小説義曲の違いということであります。それはつまり、中国における物語の需要層に、それを文字を通して読む人と、お芝居を通して目と耳で知る人の2つの層があったのではないかと。 いうことであります、えー、舞台の演劇は誰でもが見て楽しむことができます。えー、それに対して、えー、書物としての戯曲小説は、えー、文字を知る読書人、識、えー、字者にしか読めません、えー。エリートと庶民というと大げさになりすぎますが、えー、この2つの層はそうした違いを反映しているということができるのではないかと思います。えー、路人に村芝居 という子供時代の思い出を書いた商品がありますが、えー、村に芝居がかかると子供たちもみんな出かけていって見ております。えー、中国の人は芝居が大好きであります例えば三国志演技の話なども文字を知らず本を読めない人でも物語が舞台で演じられるのを目と耳を通して知っております。逆に言えば より多くの人々にとって、カウウというのは赤い色の熊取りをした人物であっとして認識されていたわけでありましょう。北条といえば黒い熊取りの人物として理解されていたわけです。となりますと、いわばより広い一般民衆向けの版画に、リアルな図柄ではなく、より親しみのある舞台上の姿が描かれるというのも、 お自然なことであるように思われますそのようなことからより庶民向けの版画に舞台上の人物が描かれることになるのではないかと思いますこれは全くの想像でありますけれどもこうした一枚ものの芝居の版画はあるいは芝居小屋であるいはその芝居小屋の近くで売っていたのかもしれません逆に知識人にとっては小説とは言っても 昔の関羽が赤い熊取りをしていたはずがないということは分かっておりますからえ書物としての小説の挿絵はリアルな絵になるえ先ほど見ました戯曲の挿絵についても同じでありますえ蘇州版画の製造期の連環画式の版画もリアル版であるという点である意味高級品ということが言えるのかもしれません 中国の南方の廟などに参りますとこうした貨幣グアピンというようですけれどもグアピンという言われるものがありますこれはマレーシアのクアラルンプールで見たものであります何かの物語が彫刻されておりますがこれもよく見ると人物が舞台装束を着ております 先ほど見ましたあ熊取りをした関羽や張飛のような人物たちであります三国志の物語と言っても本で読む人は限られていたと思います大多数の人にとってはお芝居で見る三国志が一番多かったと思いますので芝居の格好をしているのがむしろ一番現実的と言いますかそれこそリアルに感じられたのかもしれません その点がこうした木彫の図柄と版画には共通のものがあるようですこのグアピンというのは香港でも見ることができましたたまたま香港に腸肥の病というのがありました肝胎病肝雨の病はどこにでもあるのですが腸肥の病というのは珍しいので行ってみてみました えするとお、ここにも、えー、この長反響の場面をお彫刻したものがありましたけれども、えー、ここでの長妃も、えー、馬は別とするとお芝居のお格好をしております。えー、それから、これは暗徽省、奇襲の木彫であります、えー。何らかの物語であるのですが、この人物のお衣装を見ますと、これも芝居のような格好をしております。 え何かの昔の古事だと思いますけれどもそれを表現するのにやはりリアルなものよりお芝居の方が親しみがあったということなのではないかと思います。まあ、同じ版画の中で、えー、版画における高級品と普及品といったことを考えますと、えー、もちろん時代の違いといったことは考慮に入れなければならないと思いますがこういう舞台絵的なものの方がより庶民的な あものであり先ほどの清掃機のようにリアルな図柄の方が少し高級という気がしないわけでもありませんまこのあたりは版画の技法といったこともかなり絡みますので専門の先生方のご教授をいただきたいと思っておりますえ最後に一つ面白い例を紹介して終わりにしたいと思います 今回も展示されている蘇州版画の三国志演義の版画でありますこれは後の周遊と張飛が戦っている絵でありますでこれはあのとてもリアリズムといいますか写実的な絵でありまして実際に川の水のそば、まあ、岩山などを見えるところで実際の鎧兜を身につけた周遊と張飛 えー、その他の人物たちが、えー、戦っている絵であります。で、このお話はですね、えー、三国志演義の、まあ、第45回というところに出てくるお話で、臨、え、交、ー、会とよく言われているお話であります。で、これは、えー、石壁の戦いの少し前、えー、ちょうど四季の拷門の会とよく似た話なのですけれども、 劉備が周囲に呼ばれて出かけていきます。周囲はあそこで劉備を殺してしまおうといたします。しかし、一緒についていった関羽が劉備を守り、助かるというお話であります。それでは、なぜこの版画の中で張飛が戦っているのかということでありますけれども、これが儀曲になりますと、お芝居になりますと、 え、狂撃などの演目では、え、これが関羽から長飛に変わる場合がある、えー、ようであります。えー、まあ、もともとは関羽なんですけれども、お芝居の中で、えー、この関羽の役柄を長飛が、あやる演、え、え、演出の仕方というんでしょうか。えー、それがあるようであります。で、つまり、この絵は、えー、三国志演技から、もうワンクッションあって、 演劇で長飛が活躍することになり、それをまた絵にしたというもののようであります。これなども、あるいは芝居の話が歴史や小説なども超えて愛好されたという例になるかと思います。どうもありがとうございました。よろしくご教示をお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。